おはようございます。自民党の話やすいろです。じゃ早速もう時間もあります、質疑に入らせていただきます。今日は侮辱罪の法定刑の引き上げについて質問をさせていただきますが、4月27日の対政府質疑、これにおいて特に野党の皆さんからいくつかやっぱり懸念が示されました。その懸念に対して丁寧に答えていくということもやっぱり委員会質疑の大きな役割だというふうに思います。本日はこのような観点からちょっと重なる部分もありますが質問を行っていきたいと思います。まず一つ、処罰の範囲が広がるのかということを押さえていきたいと思います。今回侮辱罪の法定刑を拘留または科料から1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に引き上げることとされました。これによって現在罪に問えなかった行為を罪に問うことができるようになるのか、その点についてお伺いをしたいと思います。大臣。古川法務大臣。お答えいたします。今般の改正は侮辱罪の法定刑を引き上げるのみでありまして、処罰対象となる行為の範囲、すなわち、犯罪が成立する行為の範囲は変わりません。したがって今般の法整備によってこれまで侮辱罪によって処罰できなかった行為が処罰できるようになるものではございません。原氏君。そういうことですよね。法定刑の引き上げだけ、これはいろんな経緯があるというのはよく分かっておるんですけれども、ただいずれにしても例えばこの間の木村花さん、本当に悲しい事件だったというふうに思いますけれども、20名匿名の書き込みを特定して3人しか罰することができなかった、今の答弁によればその3人を広げるというものではないということです。これについての党費云々は別と しまして、この点は変わらないということは押さえておかなければいけないなというふうに思います。次に今までの質疑について順次その懸念についていろいろとお聞きしていきたいなというふうに思います。処罰の範囲が広がらないにしても法定刑が引き上げられたということによって、まず通常逮捕については罪証隠滅、逃亡の恐れ、これに加えて被疑者が定まった住居を有しない場合、または正当な理由なく出頭の求めに応じない場合にのみ通常逮捕ができるという後者の方の要件がなくなります。もっとも私自身は罪に問うべき事案であって被疑者が明らかな罪証隠滅を図る、そういう恐れがあれば私は通常逮捕というのは有効な捜査の手法であるというふうに考えます。通常逮捕、ただしですね、この通常逮捕っていうのは当然のことながら構成要件該当性、それから逮捕の必要性について司法判断が行われ、これが乱用されるっていうのはその危険性は私は少ないんじゃないかというふうに思いますけれども、法務大臣から見解を受けたまりたいと思います。委員長。古川法務大臣。今般の法定刑の引き上げにより侮辱罪による通常逮捕に関して住居不定であることなどの制限がなくなることとなりますが、それ以外の要件に変わりはございません。従いまして裁判官が検察官または司法警察員の請求に基づき逮捕の理由および必要性を判断した上で逮捕状を発した場合に限り通常逮捕を行うことができるものでございます。さらに捜査機関においてはこれまでも表現の自由に配慮しつつ法と証拠に基づいて適切に対応してきたところでありまして、この点については今般の侮辱罪の法定刑の引き上げにより変わるものではございません。従いまして侮辱罪の法定刑の引き上げが捜査機関による恣意的な逮捕につながるものではございません。原氏君。実は先般の質疑において逮捕状の発布率、これが非常に高いんだというようなお話があって、何かこう、裁判官のチェック機能が働いていないかの、そこまでは言われてないんですけど、のようなちょっと印象を受ける質疑もあったんですけれど、私自身は捜査の現場におりましたのはもう何十年か前になりますけれども、当時のことを振り返ってみますと、やっぱり現場非常に緊張関係っていうのがありまして、裁判官の名誉のために言っておきますと、やっぱり警察であれば警部以上が逮捕状の請求するということになるんですけれども、
構成要件該当性、それから逮捕の必要性について相当慎重な検討を行って、それで裁判官のところに持っていく、極めて緊張関係があったということを私自身は覚えています。ですからこの逮捕状発付についての司法判断というのは私としては相当厳格なものであって、ここの部分で相当な抑えといいますかね、あるんだろうなというような感じを持っています。これはまあ私の印象です。次に現行犯逮捕、これについても議論になりました。法定刑が引き上げられるということで、現行犯逮捕の要件から犯人の住居もしくは氏名が明らかでない場合、または逃亡する恐れがある場合に限るという要件が外れることになります。これを捉えて、例えば集会などの場で警察職員が現行逮捕を行う、そういったことによって言論の自由への威嚇があるんではないかという懸念が示されました。懸念は理解できます。ただ私自身の考えとしては、表現の自由、これは憲法が保障する権利です。そしてその行使が刑法35条の正当行為と解される、その範囲というのは極めて広いんじゃないかというふうに思っています。ですからそういった意味では明白な犯罪であるかどうか、それには正当行為によってそれが犯罪じゃなくなるわけですから、そこの疑念がどうしても現場で判断するということはなかなか難しいところがあって、ですからそういった意味で現行犯逮捕というのはなかなかですね、イメージとしてパッと侮辱罪の場合は現行犯逮捕にすぐ結びつくというイメージは私自身は持ってないんです。ただですね、これ役所の答弁というのは机の上で現行犯逮捕の可能性が全くゼロではないということになると、どうしてもこれ奥歯に物の挟まった言い方になりがちなんです。ですからそういった意味での懸念を払拭していただくためにも、侮辱罪による現行犯逮捕は机の上での論理は別として、そもそも私は基本的には馴染まないものじゃないかと思っています。政治家として法務大臣のご所見を受けたまりたいと思います。古川法務大臣。逮捕に関しまして、今回の法改正により住居不定であることなどの制限がなくなることとなりますが、それ以外の要件に変わりはありませんので、現行犯逮捕は逮捕時に裁判であることが明白で、かつ犯人も明白である場合にしか行うことができません。犯罪が明白であるというのは、違法性を阻却する自由がないことも明白であるということでありまして、侮辱罪については表現行為という性質上、表現の自由や集会の自由といった憲法上の重要な権利との関係を考慮しなければならないため、実際上逮捕時にですね、正当行為でないことが明白であると言える場合は相当に限られるというふうに思われます。その意味であえて踏み込んで申し上げますと、委員がご指摘になっております通り、侮辱罪についてはそもそも実際問題として現行犯逮捕に馴染まないのではないかと考えております。原橋君。今法務大臣から答弁ありましたけれど、警察庁、警察庁も同じ考えということでよろしいですか。うなずいていただければいい。はい、分かりました。現場の感覚を思い出してみますとですね、侮辱罪によって現行犯逮捕を行って事件捜査の手続きに載せるっていうのは、特にその現行犯現場でですね、これは相当怖くてできないです。でただですね、これつまりこれ全然違うのは、よく親告罪でも現行犯逮捕が行われる器物損壊っていうのはあるんですけど、器物損壊っていうのは物を壊したっていうことは明白だし、物を壊したことについてそんな正当行為があるかどうかっていうのは、これも明確に否定されることが多いし、またかつですね、被害者の処罰意思もその場で相当明確であるっていうことが非常に多いですから、これとは全然違うんで、やっぱり侮辱罪っていうのはなかなか現行犯逮捕にはなじまないのかなっていうような感じはいたします。もう一つ、ただ質疑の過程でいくつか出てきて、これ誤解をしないように皆さんも考えていただきたいんですが、北海道警がヤジを排除したという事案がありました。あれは侮辱罪とか事件捜査ではありません。警察官職務執行法において危険な行為を除去するというような行政行為です。これについての逃避は、今裁判係争中ですから、私ここで申し上げることつもりはありませんが、
その北海道警の事案があったからといって、この侮辱罪の現行犯逮捕がどんどんやられるようになるということは、これはありえない話で、まあ、そもそもやっぱり侮辱罪っていうのは、現行犯逮捕には基本的にはなじまないというような犯罪であるということを、まあ、しっかり押さえていかなければいけないと思います。ただですね、次、司法警察職員、あるいは検察官の場合は、後でも申し上げますけども、何が侮辱罪に当たるか、正当行為は何かということを、まあ、教育訓練を行っていくことは可能なんです。ただ、私人の場合は、公然と悪口を言われることが侮辱罪を構成するというふうに誤解する人も出てくるかも分かりません。今までの質疑の中でもございました、侮辱罪の法定刑の引き上げに伴って現行犯逮捕の要件から住居もしくは氏名が明らかでない場合、または逃亡する恐れがある場合に限るという要件が外れます。そうするとそのような誤解をするような誤解をした私人が現行犯逮捕をして、例えば集会の場なんかで、あるいはデモ行進の場なんかで、それで警察職員のところに引致する、まあ、そういうことが数が多くなってしまうんじゃないか、それによっての混乱というのが生じるんじゃないかという指摘もあります。このような指摘に対しては大臣どうお答えになりますか。古川法務大臣。先ほど申し上げましたとおり、今回の法改正後もですね、現行犯逮捕は正当行為などの違法性を阻却する自由がないことを含めて犯罪であることが明白で、かつ犯人も明白である場合にしか行うことができません。またいわゆる私人逮捕がなされた場合にはですね、その後被逮捕者の引き渡しを受けた捜査機関が逮捕の理由及び必要性について必ず判断することとなるわけです。さらに現行犯逮捕の要件を満たさないにもかかわらず逮捕がなされたというような場合には、逮捕者は民事上刑事上の責任を問われる可能性もございます。したがいまして、今回の法改正が私人逮捕に伴う混乱につながることはないというふうに考えております。原志君。まあ、そうなんですよね。結局私人逮捕っていうのも、まあ、ですからあまり私人逮捕っていうのは行われないのは、後でその私人が逮捕することによっていろんな責任っていうのを問われることになる、まあ、ですから他の罪種で私人逮捕現行犯であるなんてあまり聞いてないでしょ。実際ほとんどないんです。痴漢は後で申し上げます。で、実際に被害あってますからね。ここで、そういうような形で痴漢の場合は後でちょっと話があるんですが、話申し上げますけど、被害者がということで説明はいたしますが、他の罪種でそんなにはないんですよ。で、これはですね、やっぱりそれを私人逮捕をやったということによって自分もその責めを負うということ、まあ、これがあるんです。それが正しい行為であったにしたら、まあ、その責任はあるでしょう。でもそれがもしかして正当行為で除却されるような行為であったら、それこそ損害賠償責任だとか逮捕監禁ということで、あるいは場合によっては侮辱罪でも訴えられる、まあ、そういうようなこともあるわけです。そして名誉毀損罪、まあ、これによっての私人逮捕、これは全然問題になっております。痴漢の話がありました。これ実は品さんともお話ししたんですけど、痴漢の場合は実際に触られる、その触る行為とかが正当行為になるということはほとんどありません。ですからそこで正当で、しかも自分が被害を受けているということで警察職員に引致する。で、そこでやっぱりその供述が触られたということ、まあ、それで正しいと推定されると、まあ、大体そのまま逮捕が継続されることが多いわけなんですけど、よくありますのは話している内容が、まあ、実際に間違った内容を供述していた、人違いだったということはあるかも分かりません。その場合はでもその後にはその私人は責めを責任を負うことになります。ただ侮辱罪の場合、そういうことがあるかといったら、喋ってる人間は分かる、でも正当行為によって相当な部分が除却されますということがあります。ですから明らかにこの痴漢行為とは、まあ、概念といいますかね、別の類型として考えていかなければいけないというふうに思います。まあ、教唆、それから幇助について、例えばいいねといったツイートが事後的なツイート、まあ、これがこれに当たらないということは4月27日の質疑でございましたので、それは割愛をさせていただきます。
そしてじゃあですね、今話したように現行犯逮捕はそろそろ馴染むものでもない、私人逮捕はそんなに乱用されるっていうわけではない、通常逮捕については、あの裁判官のチェックが働いていく、処罰の範囲が働かない、あのは広がらない。じゃあなんで今回ですね、この改正をやんなければいけないんだ、この点を大臣からぜひお願いしたいと思います。古川法務大臣。委員ご指摘のとおり、今般の法整備におきまして、侮辱罪の構成要件は変更しておりませんから、処罰対象となる行為の範囲は変わりません。近似ですね、インターネット上の誹謗中傷が特に社会問題化していることを契機として、誹謗中傷全般に対する非難が高まっておりますけれども、現行法上侮辱罪の法定刑は拘留または科料とされておりまして、拘留は30日未満の刑事施設への拘置、科料は1万円未満でありまして、実際木村花さんの花さんを被害者とする事件でも、いずれも科料9000円に処されておるわけです。このような法定刑ではその抑止に十分ではないという国民の意識が高まっております。今回の法改正はこうした国民の意識を踏まえ、侮辱罪の法定刑に1年以下の懲役禁錮および30万円以下の罰金を加え、抑止力を高めるとともに厳正な対象を可能にするものでありまして、大きな意義を有すると考えております。原橋君。そうなんですよね、今回の改正っていうのは、いろんな論点あるんです。立民さんからもいろんな 案も出されてるし、また実際ですね、このインターネットの誹謗中傷、インターネット上の誹謗中傷、これについていろんな類型を考えながら検討していかなきゃいけない、そういう意見は本当に傾聴に値すると思います。たださっきも言った通り、じゃあ通常逮捕は、基本的に処罰の範囲が広がるわけではない、通常逮捕については裁判官のチェックが働く、現行犯にはなかなか馴染まない、私人逮捕もそれほど乱、それほどじゃないですね、私人逮捕が乱用されるという危険性もない。じゃあ何なのかというと、やっぱり木村京子さんの、お話にもありましたけれども、この9000円、本当にこの9000円でいいんですかと、9000円だったらまたやったってやり得じゃないですか、この声には緊急に答えていかなければいけない、そういうことなんだろうと思うんです。それに加えて申し上げると、私現場っていうか少年警察も2年ほどやったことあります。特に少年が被害者となりますいろんな事案、別に侮辱に限らないんですけれども、いじめもあるし、暴行もあるし、それから同じような名誉毀損的なものもあるし、これね、申告罪というと、そういう罪がなされてから悩むんですよね、被害者って。訴えていいんだか訴えてよくないんだか、それが数ヶ月かかってしまった。時効1年、もうじゃあ訴えようっていう意思が決まった時にはもうすぐ時効だと、それ事件化することもできない、そういうこともあって、木村京子さんが20件特定したというのはまさに時効内の事件だということなんだろうと思いますけれども、やっぱり被害者が考える時間を少し与えてあげる、そして加えて本当に9000円でいいのか、9000円だったらまた やり得じゃないかと、その声に本当に緊急に応えるということが、今回の法改正なんだろうというふうに私は思ってます。もちろん他の論点、これについてはまたさらに中長期的な検討というのは、これは迅速にやっていかなきゃいけないとは思いますけれども、やっていかなければいけないんだろうと思います。だからこそなんだろうと思います。木村花さんのご冥福をお祈りする意味もあって、法制審においては法定刑の引き上げに神津参考人もいらっしゃいましたが、また日弁連の参考日弁連の委員も決して賛成ではなかったというお話も受けたまりました、けれども、少なくともこの答申を行うという議決をすることについては、みんなが一致をして議決を行った、それが、悲惨な目に遭った被害者、これに応えることになる、これが大人の対応なのかなというふうに思います。長期的な課題、私は否定をいたしません。
まあ、けれども、こういった懸念をしっかり払拭したら、やっぱり物事は前に進めていくということ、これも政治の責任だと思います。しっかり懸念を払拭した、まあ、そのことを訴えたいと思います。その上で、この法定刑の引き上げによって世間の耳目を集めることになります。今後、相談等が増加することも考えられます。次の2点を、特に捜査、法務検察、あとは警察当局にもお願いをしたいと思います。侮辱罪の構成要件に該当する行為、および正当行為のに該当して処罰されない行為にかかる判例等の資料の部内外への周知、まあ、これは絶対に大切です。さらに、被害者に寄り添った相談への対応と事件捜査、これも大切なことです。後者について先に伺います。先の質疑でも告訴状の受理、相手方が特定できなくても受理できるということでした。まあ、本年にはプロバイダー責任法が改正されます。匿名のものをより申告者、申告する者の申告に基づいて、より追及をしやすくなります。ですから、そういったこともありますんで、告訴人に対して必要な情報提供、まあ、これを行って、被害者に寄り添った相談対応と事件捜査、これに心がけていただくことっていうのは非常に大切だと思います。刑事局長、警察庁の刑事局長、答弁をお願いします。簡潔に。警察庁大賀刑事局長。警察では被疑者が特定されていない場合であっても要件が整った告訴につきましてはこれを受理するなどして各種事件の相談や告訴に対しましては被害者の立場に立って誠実に対応することとしております。引き続き被害者の心情や思いに十分配慮しながら法と証拠に基づいた適切な対応をしてまいりたいと考えております。原志君。で、前者の方について今度は法務省の刑事局長に伺います。まあ、構成要件に該当する行為および正当行為に該当して処罰されない行為、これについての判例など、まあ、これにかかる資料の部内外への周知というのはこれはもう非常に大切なことになると思います。まあ、今までの集積もございますのでね。ただ今までの議論の中でもございました、侮辱罪について正当行為に該当して処罰されない行為類型を、これを法文に明記して規定修正して規定すべきじゃないかと、そういうような指摘もこの委員会質疑の中でございました。法制審においてどういうような議論がなされたのかお答えを願いたいと思います。法務省川原刑事局長。お答えいたします。法制審の部会におきまして侮辱罪と正当行為の関係が議論になりまして、具体的にはこれから申し上げるような議論がなされております。すなわち民事では事実の適時を含まない論評や意見表明についての不法行為責任が追及されるものの、公正な論評の法理が判例上確立しており、人身攻撃に及ぶなど論評の域を超えるものでない限り不法行為の違法性が否定されているところ、これは憲法21条の要請であって刑法の解釈としても刑法35条を介して当然に認められるべきであり、刑事ではさらに限定がかかることはあっても民事における不法行為責任より広く侮辱罪の成立が認められることはない。あるいは他人を批判する際には事実をきちんと適時することが望ましいが、日常生活においては事実を適時することなく単に論評を示すこともあり、その場合は民事でいう社会通念上許される限度を超えているかどうかで判断されるところ、どこまで許容されるかは批判を受ける人の立場によって変わってくるのであり、公的人物であれば一定の批判は是認せざるを得ないとか、あるいは事実を適時した上で侮辱的な価値判断を加えた場合と、自らは全く事実を適時しないで同じ事実を前提として侮辱行為のみを行った場合について、重い法益侵害である前者は刑法230条の2により違法性が阻却され、侮辱行為についても違法とされないのであれば、より軽い法益侵害である後者も違法性が阻却されることとなり、侮辱罪の違法性阻却が実際に問題になるのはそういう場合でないかといった意見が示されまして、論評の対象、目的、論評が前提とする事実などさまざまな観点から正当行為の考え方の議論がなされたところでございまして、このような議論の内容は実務においても参照されるものと考えているところでございます。一方、この部会では侮辱罪の違法性阻却に関し刑法230条の2のような特例規定を設けるべきか否かについて、侮辱罪に関する刑事事件の判例等の蓄積がないかない中で処罰されないための要件を定めることは困難であり、かえって不可罰となる範囲を狭めてしまうことになりかねないとの指摘があり、そのような特例規定は設けないとする意見が大勢を占めたところでございます。原志君。はい、時間です。まあ、修正よりも周知ということ、まあ、こちらが大切だということ、そして最後にもう一度政治の責任として
少しでも前に物事を進めていかなければならない、まあ、そのことをお訴え申し上げまして、私からの質疑を終わらせていただきます。ありがとうございました。次に福重隆博